リミットサイクル。リミットサイクルとは、力学系における愛空間上での平気道であり、時間を無限大、またはマイナス無限大にしたとき、その平気道に収束する軌道が少なくとも一つ存在するものある。極限平気道や極限周期軌道とも呼ばれる。1881年、力学系の始祖でもあるアンリポ・アンカレによって、初めて見出された。 リミットサイクルは非線形形でのみ現れる。リミットサイクルと十分に近い軌道がすべてリミットサイクルに収束するとき、全近安定である、または単に安定であるという。安定なリミットサイクルでは、愛空間上の様々な小基地から出発した軌道は平軌道に収束する。平軌道に小さな接動が加わっても元の平軌道に戻る。物理的には、リミットサイクルは、 自例振動の数理モデルとなる。リミットサイクルを持つ例として、ファンデルポール振動子がある。代数的微分方程式における、リミットサイクル軌道の数を求める問題は、ヒルベルトの第16問題の第2の問題として知られる。二次元小空間の場合は、ボアンカレベン・ディクソンの定理などによって、リミットサイクルの存在、または非存在を予見できる。形の時間を、 状態変数をとする。次元連続力学系のある回が平行点ではなく、なおかつを満たすようなが存在するときは平軌道、あるいは周期軌道、周期回と呼ばれる。特にを満たす最小のを周期と呼ぶ。平軌道となる回をで表すとする。系の愛空間上で平軌道は単純平曲線を描く。リミットサイクルは次のように定義される。 ある兵器道が存在するとするのある金棒で任意の初期点、初期値を取り、を通る回がまたは出に前進するときは、リミットサイクルと呼ばれる。あるいは、またはとなるとが存在するときは、リミットサイクルと呼ばれる。ここで、は、時刻における点と集合の距離である。リミットサイクル型の振動を示す形を、リミットサイクル振動子などとも呼ぶ。リミットは、 極限集合を意味し、リミットサイクルは、極限系軌道や極限周期軌道とも呼ばれる。極限集合には、方向の極限集合と方向の極限集合の二つがある。極限集合を用いて、リミットサイクルを定義すれば、平軌道が存在し、の極限集合、または極限集合がとなるとき、またはは、リミットサイクルと呼ばれる。二次元連続力学系では、 愛平面上で、リミットサイクルは必ず孤立した、平軌道となる。すなわち、リミットサイクルとなる、平軌道の近傍には、他の平軌道は存在し得ない。近傍のすべての軌道は、に吸引されるように近づくか、から反発するように遠ざかるかの二通りしかない。周りの軌道を吸引する、リミットサイクルは、全金安定あるいは、単に安定であるとい。安定なリミットサイクルは、 アトラクタの一種である。リアップノフ指数で特徴付けすると、平気道接線方向のリアップノフ指数はで、その他の方向のリアップノフ指数は負であるのが安定なミットサイクルである。安定なリミットサイクルのことを周期アトラクタとも言う。周りの軌道を反発するリミットサイクルは軌道不安定あるいは単に不安定であるという。相平面のリミットサイクルで、 内側の軌道が吸引されて、外側の軌道が反発するような場合、あるいは内側の軌道が反発して、外側の軌道が吸引されるような場合、これらの場合のリミットサイクルは半安定であるという。実直線上の一次元自律系の微分方程式系では、周期回は存在し得ない。二次元自律系あるいは一次元非自律系以上から、周期回が現れるようになる。また、 リミットサイクルは非線形の形のみで起こる現象である。線形の形ではリミットサイクルは起こらない。流れに沿って、愛空間の体積が変化しない形を保存形と呼び、体積が例に前近する形を三一形と呼ぶ。三一形の場合にリミットサイクルが存在する。周期軌道が三一形で存在する場合、それらの周期軌道の大抵は リミットサイクルであると推定される。計が勾配計である場合も、リミットサイクルは存在しない。以下、変数の時間微分を変数の上部に、をつけて表す。ニュートンの記法。もし、計を二次元自律計に限定すれば、平気度及びリミットサイクルの有無が判別できる、定理がいくつかある。ポアンカレベン・ディクソンの定理により、平行点を含まない。 誘拐な軌道の極限集合は平軌道でる。すなわち、このような軌道は平軌道そのものか、存在するリミットサイクルに吸引される軌道であるかのどちらかである。さらに、ベンディクソンの否定条件によれば、単連結な領域上での値が例ではなく、かつ符号が一定であれば、に完全に含まれる、平軌道は存在しない。また、K が d n ル方程式に相当するのであれば、 DNR の定理により原点を囲む全近安定リミットサイクルが存在する。力学系のパラメータ、定数係数が変化することによって、解に定性的な変化が起こることを分岐という、リミットサイクルも分岐を経て発生する。二次元系でリミットサイクルが発生する典型的な分岐は、ホップ分岐と呼ばれる分岐である。ホップ分岐では、パラメータ変化によって、 安定な平行点が不安定に遷移し、その周囲に安定なリミットサイクルが起こる。あるいは、安定な平行点と不安定なリミットサイクルが不安定な平行点に遷移する場合もある。ホップ分岐は局所分岐の一種である。リミットサイクルが関わる、帯域分岐としては、ホモクリニック分岐や、リミットサイクル同士が衝突する、サドルノード分岐などがある。周期軌道の安定性は、 ポアンカレ写像の構成や周期軌道周りの線形化方程式、変分方程式の構成から判別できる。適当な次元の局所断面をとり、ポアンカレ写像を設定することで、連続力学系の周期回を、立散力学系の写像に置き換えることができる。写像が全近安定な不動点を持つ場合は、元の周期軌道が全近安定である。ポアンカレ写像は、 リミットサイクルを見出したポアンカレ自身がリミットサイクルを考察するために生み出した手法である。あるいは周期軌道からの微小なズレを想定して周期軌道に対する線形化方程式を構成することによってフロケ理論を適用することができる。線形化方程式のフロケ乗数あるいはフロケ指数から周期軌道の安定性が決定できる。ただし、 ポアンカレ写像による方法も線形化方程式による方法も任意の微分方程式形に適用できる解析的な一般的手法は存在しない。ポアンカレ写像であれば対象の形ごとに個別に工夫して構成する必要があり、黒毛常数による判定であれば数値計算による手法がある。リミットサイクルが現れる簡単な微分方程式形の例としてという二次元形がある。 この形を極座標で表せば、となり、同形と変革の振る舞いが互いに無関係に決まる、単純な形となる。の一般解は一定振動数で回転し続ける、関数となる。の一般解はという関数となる。ここで、和におけるの値である。よって、であれば、和でであり、形の原点を除くすべての軌道は回転しながら、単位円に近づいていくこととなる。この結果は、 明示的な一般会を必要としない簡易な安定判別によっても得られる。よって、原点を中心とする単位円がこの系の安定なリミットサイクルである。上記の微分方程式系にパラメータを与えたでは、であれば、半径の円が上記と同様に安定なリミットサイクルである。しかしの時は、すべての軌道は原点に収束する。の時も、台数的なオーダーの速さだが、 すべての軌道は原点に収束する。になった時に、原点は不安定となり、原点周囲に安定なリミットサイクルが発生する。よって、この系ではで、ホップ分岐が起きている。蒸気は解析解を得ることができる例だが、ほとんどの非線形微分方程式系は、解析的に解くことはできない。非線形振動現象の代表的な例であり、 なおかつ実際の現象に由来する二回非線形、微分方程式として、バルタザール・ファンデル・ポールが三極真空間の発信回路で起こる、事例振動を解明するために導いたファンデル・ポール方程式がある。二次元微分方程式系の形では、ファンデル・ポール方程式はとして表される。ここでがパラメータである。上記の例と異なり、 このファンデル・ポール方程式の解は初等関数で表すことができない。しかし、上記の例と同様に原点周りにリミットサイクルが存在し、初期値が原点を取る場合を除いて、すべての軌道がリミットサイクルに収束する。この証明はポアンカレ写像を構成する手法で行うことができる。あるいは、ファンデル・ポール方程式はリエナール方程式の一種であることから、 リエナールの定理より、ファンデル・ポール方程式系の愛平面上には、唯一の安定なリミットサイクル存在することがわかる。ファンデル・ポール方程式のリミットサイクルはの、値によってその形状が変化する。が小さいほど、リミットサイクルは円軌道に近づく。が大きいほど形状は円から離れていき、が大きいほど第一小限と第三小限で背が高くなる。この時、 時系列では視聴振動の様相を示し、緩やかな変化と急な変化の組み合わせからなる同現象が起きている。三次元系において、リミットサイクルが現れる微分方程式系としては、レスラー方程式やローレンツ方程式などがある。オッーレスラーが提案したレスラー方程式はで、表される微分方程式系で、がパラメータである。非線傾向は、 第3式ののみであるにもかかわらず、レスラー方程式の解は、様々な振る舞いを見せる。例えば、というパラメータ値の組み合わせで、レスラー方程式の愛空間には安定な、リミットサイクルが現れる。ここから、との値はのままとしての値を増やしていくと、あるの値で一重巻きの平曲線であった、リミットサイクルは二重巻きの平曲線に移り変わる。すなわち、 二周して元の状態に戻るような平曲線になる。パラメータの変化によって周期の長さがおおよそ倍になる分岐が起きており、このような分岐を周期倍分岐と呼ぶ。リミットサイクルが二重巻きになるには、平気道が交差せずに二周できる空間の余地が必要となる。よって、このようなリミットサイクルの周期倍分岐は三次元以上の K でのみ起こる現象である。周期倍分岐を経て、 例えばの時、レスラー方程式のリミットサイクルは二重巻き、二周期の状態にある。さらにの値を増やしていくと二重巻きのリミットサイクルは余栄巻きのリミスサイクルになり、周期はさらに倍になる。以下同様に、の値の増加に伴って周期倍分岐が起き続け、あるの値で周期は無限となり、リミットサイクルからカオスへ変わる。これは、K のアトラクタがカオス、 ストレンジアトラクタへと分岐するルートの一つで、周期倍分岐ルートと呼ばれる。この例では、の、アトラクタはカオスである。レスラー方程式は、エドワード・ローレンツが提案した、ローレンツ方程式に触発され、導入されたものであった。ローレンツ方程式でも、また同様に、リミットサイクルの存在と周期倍分岐ルートが、確認される。また、主要回路では、 二つのリミットサイクルが同時に存在する様とそれぞれの周期倍分岐が見られる。実存する現象に対してリミットサイクルは事例振動現象の数理モデルとなり得る。事例振動とは流入するエネルギーは非振動的であるにもかかわらず、K 自身の特性からおのずと発生する振動現象である。リミットサイクル振動子には 外力による強制振動の周期に依存せずに、軽自身でリズムを生み出す。自律性がある。また、リミットサイクル振動子に外乱が加わった場合、一時的に振幅が変化するかもしれないが、外乱がなくなれば元の振幅に戻ることができる。このようなリミットサイクルの安定性は、工学的にも、生物的にも重要である。一定のリズムを鳴らす。 機械式のメトロノームは安定なリズムの恒例である。最初に針を小さく振って動かしたとしても、針を大きく振って動かしたとしても、メトロノームは一定の振動に落ち着く。メトロノームの減衰力と駆動力がバランスすることによって安定な振動を生み出しており、簡単なモデル化によってもメトロノームにおけるリミットサイクルの存在が確認できる。また例えば心臓の拍動などのように、 生物のリズム現象の多くは、生物分野では、向上性と呼ばれる安定性を持っている。このような安定なリズムを記述するのにリミットサイクルを持つモデルが有効である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。